野島延滞号地図野島延滞号は神奈川県横浜市金沢区野島町にあった延滞号遺構が現地に残されており現存する延滞号遺構としては日本で最大級とされる横須賀海軍航空隊の戦闘機を空襲から退避する目的で太平洋戦争末期に作られた1945年3月15日から6月30日までの間に 横須賀所属の第300設営隊が工事を担当した。野島さんを東西に地中をくり抜く形で建造された。長さ260メートル、幅20メートル、入り口の高さは7メートルの寸法だった。しかし一度も使用されないまま終戦となった。現在も入り口が開いているが、内部崩落の懸念があり、一たとフェンスで塞がれて立ち入りが禁止されている。 2010年3月に来歴を伝える説明版が入り口前の現地に設置された。現地は野島公園の一部となっている。ABCDE 戦闘機の格納庫野島園大号に説明版設置横浜神奈川新聞 https://www.kanalloco.jp:/article:/entr-y-131163.html2020 年2月7日閲覧。abcde、横浜に、旧日本軍の軍事施設跡は残っているの。ハマレポ。 https://hamarepo.com/.story.php ストーリー id イコール10222020年2月7日、閲覧。ありがとうございます。